罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々やつらつこて大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったぬ。せやけど近江連合の跡目はもうわしのもんや。うり、こいつつこて桐生の首取るで。お前らしい作戦だな戦後。桐生っちゅうやつ半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえや。わしはわしのやり方で東条会と桐生やるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の跡目合戦と行こうやないか。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことより、これこれは。ねえ、知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時まさか止めても無駄や思うけど、その傷や無理したら命取りになるで。
彼女は来なかったか。カオルのことやったらカーラさんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。